おはようございます。おはようございます。りょうです。伊藤です。はい。ふるちゃんです。はじめまして。そんなね、軽めのボケも、皆さんの頭にはちょっと入ってこない。現在ですね、見てください、外。光が出ています。朝日が。朝日が。終わった直後にですね、動画を撮ってるわけです。はい。結果はですね、皆さんご存知通り、そしてですね、こちらに。そうね。最後の罰をかけませんでしたか。イタリアが優勝とおめでとうございますでですね、まあ、今回は、ファイナル、終わった直後のね、感想、そして試合を振り返りつつ、今の思いの丈とかをね、語っていければいいなぁ、と思っておりますけれども、はい、まずはですね、ユーロもこちらで終わりといったところで1ヶ月間、はい、たくさん配信しました、うん。来てくれた方、皆様、本当にありがとうございました。なんか最後の試合 PK 戦で、うん、なんか同節が3900人とかいいよだらしくて、もうこちら過去最高記録らしいですね。過去最高記録更新しましたところで、うん、本当にこう視聴者がね、皆様がいまして、そしてコメントとかで盛り上げてくれたからこそ、僕的にもプレイちゃん的にも、本当に思い出に残るユーロになったんじゃないかと思います。そうですね、多分、忘れないでしょうね。忘れないです、一生忘れないです。なかなか忘れないでしょうね、これは。てな感じでですね、まあファイナルに進んだのは、うん、イタリアとイングランドだったと。はい。イタリアのスタメンはこんな感じで、まあいつもと変わらず、本当に変わんないですね。はい、盤石のメンバーが揃いまして、うん、イングランドのメンバーはこちらですね、ババンと。今回は3バック、うん、を採用しまして、中に代わってトリッピアが入りまして、はい、でトリッピアが右ウィングバックにポジションを取って3-4-3で、試合が始まったと。うん。で、試合始まったらですよ、もう、この選手どうだとか、この試合どうなるとか、うん、言ってる間もなく、1分57秒。そうですね。トリッピアから、ルーク・ショー、ウィングバック、トゥ・ウィングバックでしょうが、ナイスなゴールを決めて、先制に成功すると。素晴らしいゴールで、うん、なんかユーロ決勝史上最速のゴールだったと。まあ、今日2分ですからね。2分ですね。冬季上2分。強みに1分57秒なんていうようなゴールが生まれまして、まあ、イングランドが先制すると。はい。みんなロースコア上げをね、まあ、予想して、まあ、結果的にロースコアだったんだけども、こんな早く点生まれるんかみたいな状況で、まあ、試合がほぼほぼスタートしたわけですよ、はい、1-0 で。てな感じで、序盤はですね、イングランド、非常に調子が良くて、うん、で、2、30分ぐらい経ってからですかね、うん、徐々にイタリアが持ち始めると、そうですね、前半の終わりの方からね、塩漬けできるはずが、はい、なんかちょっと怪しいんじゃないか、いや、まあ、言うても、ね、しのいでるし、みたいな感じで、そうだね、で、前半終えて、うん、後半、うん、とうとうイングランドは攻めれなくなったと。ね、後半のイングランドの攻撃、うん、特に後半立ち上がり、イタリアが得点するまでぐらい、はい、記憶にないですからね。もう本当に強い国と弱い国と、そうそれだなっていう、うん、イタリアね、キエザ、すごかった。いやー、ね、インパクト、これまでね、大会でインパクトありましたけど、うん、この試合でもまあ、天候のね、そう、生まれなかったけども、うん、キエザ、どうやって止めるんだろう。いや、止められなかったですよ、止められなかったですね、本当に、うん、止められなくて。そして、まあ、重要になってくるのはイモビレが、うん、もう早い段階でマンチに切ってきましたよ。50分台ぐらいに、うん、イモビレとバレダのところにエベラルディとクリスタンテが入っていったところで、イタリアの攻撃さらに活性化して、うん、まあ、結果的にコーナーキック、はい、1本、まあね、ベラッティが合わせたところ、うん、ピッフォード防ぐんですが、そこをボヌッチに詰められて1対1ドローと。いや、これはね、本当ピックフォードナイスセーブでしたよ。いや、素晴らしかったですよ、ピックフォードは。本当に。あれはもう本当にピックフォード攻めることができないし、もう本当にやるべきことをやった。100点のことをやっても仕方がなかった。うん、っていうようなとこなんじゃないかってことで、まあ、イタリアが追いつき、はい、さあ、これで面白くなってきた。うん、イングランドの攻めでイタリアも攻めて、さあ、おもろい展開になるんじゃないかと思いきや、イングランドはまだ攻めれない。ずっと攻めれない。とにかく攻めれなくて、はい、そこでですよ、トリッピアに変えて、うん、サカ入れて、フォーメーションもあれは4-3-3ないしは4-2-3-1、うん、いわゆる4バックの、いつもの形に戻すんですけれども、はい、なかなか主導権は握れず、そうですね、90分を1対1で終えました、うん、はい、90分終わった段階でね、うん、もう期待値はイタリア2位超えてて、まあ本当に勝のあれ以外なかなか近づけなかったんじゃないかなと、まあ、ところでですね、延長始まってグリーリッシュが入ったりとか、うん、ありますけれども、さすがに延長でね、お互い硬いチームですから、なかなか試合は動かすと、ねえ、采配はちょっと大会通してね、うん、気になる
人が多かったのかなとは思いますよ ね、 そうですね、今まで勝ってたからね、そうね、まあまあまあってありましたけど、いろいろありまして、延長前半そのまま終わり、延長後半になって、うん、本当にラスト419分、うん、PK 戦直前にですね、うん、ラッシュフォードとサンチョが入って、ラッシュフォードはなんと右サイドバックをやるという、はい、珍事件が起きましたね。珍事件も起きますし、ヘンドもね入ってきてまた出ていくという、いいアウトがね、大会通して2回もあったので、あるのは珍しいですね。珍しいですよ、うん、サンチョも出て、ただもうラッシュサンチョ入ったタイミング的にはもう PK、 もう、うん、PK 要因というか、はい、PK キッカーのためということもあるでしょうか、うん、でそのまま120分経ち、物語は PK 戦へ、もうクライマックスでございますよ。まあ、当時、ね、我々の心をぐちゃぐちゃになりましたね、はい、そんなですね、うん、配信ちょっと振り返っていこうかななんて思っております、うん、どうぞ。おっ、もう持ってくんの、おっと、大将もう持ってくんの、なるほどね、景気づけにね、景気づけに、景気づけ大将ですね。いや、大将は決めてもらわんと、マジで。でもこれいい戦法だと思うよ。ただケインにかかるプレッシャー相当えぐいよ。絶対に決める、ケインを信じよう。絶対にケイン決めるから、信じよう。うまい、これ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 なんだよ、ケインが。俺がケインよ。読んでようと取れないのよ。さあ、イタリア第二キッカー、ベロッティ。ちょっとイタリア、恐ろ、ジョルジってまだピッチいるか、ジョルジはまだピッチいますね。うわぁ一本でも外したら負ける。負けるな、頼むぞ頼むぞ、右サイドバックや、右サイドバックラッシュフォードこれ決めるためにお前はピッチャーやってきた。大丈夫でしょ、ラッシュフォードは。大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫。そっか、怖い、バカオーケー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 、イーブンイーブン、まあね、まあ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 、サンチョだ、サンチョか、もうここら辺が、頼むぞ、頼むぞ、お前ら。どっちかは決めてくれ。難しいよな。いやー、これもだ、準備がね。ね、ケレッツあれだな、ね、力むよな。これはきついよ、役割が。あー、ラストジョルジン。頼むな、頼むな、ピックボード。頼むな、ラストジョルジンやっけ。プレミアのキーパーならみんなジョルジーニョ対策はしてるわけよ。できてるはず、歴史に名を残せ。うわっ、うわっ、うそービッグモン救ったぞー、今回は歴史に名を残した、今回は歴史に名を残した、間違いなく。いや、これはね、最高にかっこいい。ちょっと待ってよ、俺見てられないんだよ、俺もこれも見てられないんだよ、俺も見てられないよ、俺。よしとけ。グルーダーには刺激が強すぎる。本当に、本当にお願いします。ってな感じでですね。うん、まあ、ここから我々のね、感想とかを話していこうかなと思うんですけど、はい、皆さんいかがでしたか。まあ、僕自身ね、このプレチャンやってきて、はい、今年はまあ散々だったら、散々でしたね。まあね、プレチャン、最初はね、ヨーロッパリーグに始まり、はい、そうですよ。まあ、激闘の PK 戦の末、マンチェスター・ユナイテッドを破れる、友人を間近で見るという。そうですね、まあ、ヨップがいたんで、もちろんプレチャン的にはユナイテッド応援で、うん、やったんですよ。やったんですよ。そこで負けて、まあ、なんとも言えない空気になり、そうですね、続くチャンピオンズリーグ決勝。決勝。マンチェスター・シー。はい。無念の敗北。敗北。を乗り越えた俺は強いと思って、望んだユーロ。はい。なんかあれだとかね、一人一人丁寧に折っていくのかね、今回ね。そうだね、もう。ヨップの心折り、そうだね、糸の心折り、最後はリョウの心をひしょって。なんとも言えない大会になりましたね。いや、一年。我々が相当タフな一年でしたよ。いや、でも全部決勝戦までね。そうなんですよ。行くんだよ。まずは決勝行ってないけど。まずはね、まあ行ってないんだけども。まあ、試合の内容に関しましては、うん、まあ、イタリアもうざっくりスタッツこんな感じでね、載せときますけども、うん、まあ、イタリアがふさわしかったのかなと、勝利に、ね。そうですね。PK 戦なくしにしてもね。はいはいはい、はい。ふさわしかったのかなという内容だと思うんで、ね。うん、
まあ、純粋に、うん、まあ、おめでとうと。そうですね、うん、もう素晴らしかった。もう本当たった1回通して、うん、イタリアは本当に強かった。マジふさわしかったと思います、うん、本当に、好きない、まあ、PK 戦に関しましたうん、19歳でこう国背負って失敗できるっていう経験もなかなかできないですよ。なかなかできないということで、これがね、いい方に傾くか悪い方に傾くかはもうこれからの坂自身だったり、まあ、ラッシュフォード、サンチョもそうですけどね、はいはい、に託されてると思うので、まあ我々はめげずにね、応援して、うん、まあ、サポートしてあげることがベストなのかなと、うん、いうふうには思いますね、うん、はい、はい、ということでね、私からですけれど、はい、まずはですよ、イングランドよく決勝まで行ってくれたなといったところで、そこが本当に心のどこかで、ね、いやもう全面で、うん、イングランド無理やろと、ね、皆さん大勢思ったと思いますよ、うん、そんな中でですね、まあ、イングランドが本当ここまで、まあ、よく戦ったなと、まだそのイングランドの戦いぶりに、まあ、素晴らしい拍手を送りたいなと思っております、うん、で、まあ、問題のね、まあ、PK のところがやっぱり、まあ、私としては話さなきゃいけないのかなというふうに思っておりますと、はいはい、年齢のにそぐわないプレッシャーでしたよ、本当に。そしてね、まあ、サッカーとかは、まあ、プレッシャーだけど、ラッシャー3丁なんて PK だけ蹴ってこい、相当難しい話ですよね。しかもそこ3連チャンですよ1個休憩挟むなんてどうかじゃないですか。なんかいなかったよ、ほんとショーとかいたじゃん、グリーン氏もいたじゃん、フィリップスいたじゃんまだミドル世代5番ベテランからミドル飛ばして若手いっちゃったってのはね、そう、うん、まず本当にね、ラッシュ、サンチョ、サカ、うん、まあ、特にまあこういうのは最後なんですかね、やっぱ5番手、サカ、うん、という形になるんでしょうけど、うん、まあ、実際この試合はね、まあ、普段通りこう、まあ、プレーも良くなくて、うん、そういうところもこう、まあ、いろいろ言われる影響、まあ、いろいろ言われる、ね、ことになると思いますよ、うん、ただもう本当にね、まあ、当落戦場でここまで来て、非常に非常に本当に決勝のね、まあ、力となったと、決勝に進むまでの力となりまして、後半も難しい展開だけれどもしっかり頑張って、で最後を背負ったと、もう本当にこれ以上のメンタルブレイクはないんじゃないかと、ここ坂の人生で、ないな、なのでぜひとも本当リフレッシュして、これを糧にアーセナル選手があそこで活躍してくれたんだから、それだけで嬉しいし、今後の本当に成長となってくれればいいなかなっていうふうに思っております。まあもう他サポではありますけれども、ラッシュとサンチョにも本当ぜひとも頑張ってほしいなと、本当に、うん、ここで終わるには早すぎると、そう、うん、だから2人ももう無駄ですけれども、やっぱり頑張ってほしいなっていうふうに思いますね、うん、というところで、はい、まだまだね、動画としてはユーロのまとめ、うん、まだありますよ。ベスト11も上げてないし、うん、スタッツまとめはまだやってないし、うん、選手投票、最終選手投票も今やってますけれども、うん、それはまだ終わってないのでね、というところでユーロをやりますけれども、これにて一旦配信を終了というところで、はい、まだ東京オリンピック、うん、こちらもありますし、まだまだ、やることありますし、そんなこんなでもう1ヶ月後プレミア開幕ですから、盛りだくさんだ、盛りだくさんですよ。もうこれからもですね、プレミアリーグを盛り上げていこうと思いますので、ぜひぜひまた皆様よろしくお願いします。はい、のところでですね、よければチャンネル登録をお願いします、最近 FIFA キャリバー上げました。ゲームチャンネルもぜひぜひ登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。